はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。マウスバードです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは前回の宿題クイズの回答解説に参ります。はい、ずっと和法をやっていますが、はい、今命令文のパターンのやつですけど、最後に残ってしまった否定の命令文の場合の和法の転換を考えましょうという問題でした。問題は、彼女は彼に見ないでと言った。これ直接和法、 She said to him, don't look at me. これを間接和法にしてほしいんですが、どうだったでしょうか。正解も書いてあります。 She told him not to. Not to が大事でしたね。 Look at her. こうなんですね。いいですか。said to, told. まあ、どれでも言っちゃどれでもいいんですけど、まあ、依頼はさすがにないか。まあ、普通と考えて told にしました。はい。told him ですね。これですね。はい、これが普通でしょうということです。で、否定の命令文じゃなかったら to read だったんですけど、否定の場合は頭に not つけるんですよ。で、to look at her. こうなんですね。ここできた？大丈夫？ me は her ですよ。彼女が私にないですって言うんだから、はですね。見にしちゃった人いるんじゃないかな。大丈夫かな。はい。こういうとこも気をつけなきゃいけないですね。でもてやるということですね。はい。not to、が、まあ、ここがね、ポイントでした。はい。はい。でしたでしょうか。以上が命令文のパターンのすべてですね。はい。ここまでをしっかり、自分なりに把握して覚えておいてください。はい、それでは後半までの宿題クイズを出しましょう。はい。ですね、また新しいやつですね。レッツ、うんちゃら、かんちゃらという場合の、関節和法というのを勉強するんですね。はい。彼は私たちに行こうぜと言った。He said to us, let's go と。これを関節和法に直せという問題ですね。はい。ちょっと注釈がありましてですね。大体ここは us です。あ、me の時もありますね。はい。でないとなぜかできないんですけどね。はい。列の時はなぜかこういう例文ばっかり出てくるはずです。はい。もしくはここがないってなるんですけどね。はい。まあいいんですが。このパターンしかないんですよ。はい。で、列語という文章になってるんですが、はい。今からメッセンジャーやってる方はこの関節和法のね、文章を作ってください。はい。それ以外の方も調べていただいて、関節和法の例文を自分で作っていただいて、それから、ね、後半のビデオで確認してください。